皆さんこんにちは。こんばんは。モナールチャンネルのマサです。ゆうやです。今日はもしゲップが止まらなくなったらどうするということで、はい、ちょっとゆうやにどうしても挑戦してもらいたいものがあったから、はいはい、買ってきましたよ。はい、この止まらない無限ゲップパウダーヘビしてっていうのなんですけど、これ以前ヒカキンさんとか東海オンエアさんがやってたんですけど、なんか粉末のパウダーが中に入っていて、それを水と一緒に飲むともうゲップが止まらなくなっちゃう。あー、なんかねドンキとかに売ってるシリーズみたいな。で、実際ヒカキンさんこれやってたんですけど、なんか一袋だと結構余裕だと。実際ねどうなのっていうところはあるよね、うん、でこれ中に3袋入ってるんですよ。で今回やってもらいたいのはヒカキンさんの場合は1袋やって OK で、2袋一緒に飲んでダメだったと、まあ、詳しくはそちらの動画見てほしいんですけど、なのでそこをね超えていこうかなと思いまして、今日ちょっとせっかく3袋あるのでこれを一気に飲んでもらって、でその後に水を飲んでもらって、あ、でも匂いは大丈夫。匂いいいね。匂いは大丈夫。これ、リンゴ味なので。で、3袋を飲んでもらって、で、まあ、そこからじゃあ、なんだろう。山手線。山手線一周。山手線一周で。山手線一周わかんねえぞ、俺。いや、まあでもこれ、結構なんか、ね、宴会でなんか、騙し芸みたいな。そうだね、そうだね。俺動画見てないからわかんないけど、うん、まあ実際ね、そういうなんか、動画的な面白さみたいなのがちょっとみんなやってるのかなっていうところはね。でもガチでね、まあ、ガチでね、ガチでガチガチのガチで、ね、ガチガチで笑いなしでね。まあでも吐いたりはしないし実際ね。うん、はい、じゃあ今日水ということでこれで飲んで、ちょっと山手線一周出してもらったんで、今これを飲んで一気にいきたいと思います、うん。じゃあ行きまーす。うん、いいね。おいしい。もっとなんで。ということで本日の動画はこのゲップパウダー飲んで、山手線一周言うっていうことだったんですけども、出発しなかったね出発できないという結果に終わりましたはい、あ、じゃあ本日の動画ありがとうございました。はい、ぜひチャンネル登録してください。また明日。ありがとうございました。